スティーブ・サンドボスはアメリカ合衆国の俳優。スティーブ・ジェームス・サンドボスは1980年にニューヨーク市郊外で生まれた。ハーバード大学で勉強し、優等な成績で2002年に卒業した。ハーバード大学で彼は芸術的なコミュニティで活躍した。そしてアマチュア写真撮影を続行して、首とアメリカの三文をよく読み、しばしばシェイクスピアの ロミオとジュリエットやジュリアス・シーザーとベルトルト・ブレヒトのガリレオの生涯とバールのような古典を素材にした作品に出演した。その上、サンドボスは彼自身の仕事の解釈についてハーバードのいくつかの学部の定期観光物に向けて批評とエッセイを書いた。スティーブは男女共学のアカペラのアンサンブルのメンバーでもあった。この間にサンドボスは 専門の舞台でモデルをするために、しばしば、ニューヨーク市に通った。NBC シリーズのドラマ、アメリカンドリームで、ウィル・エステスと張り合っている、フットボールスターの役でブレイクした。彼の他のテレビ出演は、ベガス博士、ニップ、タック・マイアミ整形外科医、ザ・インサイド、コールド・ケース・迷宮事件簿、イ、e、ー・リングと、グレーズ・アナトミー・コインの解剖学などである。2003年には、 インディペンデント映画、レター・デイズで映画デビューした。彼の第二の主要作品は、2005年の迷い婚から、すべての迷える女性たちへマイナスである。出演は、ジェニファー・アニストン、ケビン・コスナー、マーク・グラファローとシャーリー・マクレインだった。2006年には、ルーカ・コロンボ監督の短編映画、ウェーニング・ムーンに出演。この作品は2006年8月に行われたルガーの でのスイス映画祭など多くの他の映画祭でも上映され2007年にビバリーヒルズ映画祭で最高のフィルムスクリーンプレイを勝ち取った2006年6月にホラー映画ベリー・ロ・アライブの撮影に入る映画は2007年10月に DVD として発売された2008年には映画誓いのキスがリリースされた2007年5月にスティーブは インディペンデント映画フリングでメイソン・マイケル・フィンチという役を引き受けた。そしてミズイリ州のカンザスシティでロケが行われた。スティーブが SF チャンネル革命のために撮影していた同じ時間枠の間の4月26日を初日にニューポートビーチ映画祭で上演された。2008年11月にはインディペンデント映画イクスキズ・イット・コープスに出演すると発表された。 彼は現在ロサンゼルスに住んでいる。ありがとうございます。